そうなんですよ、今日はラスト配信じゃないんですよ。今日ね、久しぶりに劇場公演出させていただいて、そうで、やっぱ足は痛くないんですよ。心配してくださって皆さんありがとうございます。はい、大丈夫ですかって、ありがとうございます。そうなんですけど、やっぱこの使った後のなんていうんですか、こう筋肉がちょっとパンってパン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 っていうか、パンぐらいになってる感じなので、ちょっと今日はゆっくり湯船にね、しっかり入ってほぐしそうと思って、やっぱ時間がもうかかっちゃうかもしれないので、いつも急いで帰ってきてお風呂入ってラスト配信ギリギリ間に合うかみたいな感じなんですけど、ちょっとちゃんとほぐした方がいいっていうことだったので、トレーナーさんからもちょっと今日は逆にこの時間からいらしてもらって、はい、で私もね、ちょっと遅くなることが多いので、少しでも早くやったら皆さんまだ見やすいかなって思ってやらせていただいております。今日は皆さん公演ありがとうございました。なんかいろいろなんかお話しして、これ一番最初に言いたかったのにごめんにゃん。配信から、ありがとうございます。嬉しい、配信からもね、劇場から応援してくださった皆さんもありがとうございます。お疲れ様でーすって、嬉しい。ごまにゃんころ、久々の公演は緊張しましたね。緊張しましたし、やっぱ足がやっぱまだ無理はできないので、どれぐらいまでやって大丈夫かみたいな、探り探りやらせていただいている感じなので、ね、怖さもある中だったんですけど、皆さんもねすごい応援してくださって、コールもね、今日コールすごかったですよね。なんかいつも以上にねすごくて、はい、でも楽しめました。本当にお見送りですかね、お見送りでもなんか復帰おめでとうとか、待ってたよとか、おかえりとか、いっぱい、そう、ファンの皆さんもちろんですし、私のファンの方じゃない方も言ってくださって、すごいね、温かくて感謝です、感謝です。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。感謝です。こんばんちゃむ、無事に明けおめでとう、ありがとうございます。皆さんのおかげ楽しめました。ちょっと緊張しすぎて楽しめるかなって思ってたんですけど、皆さんのおかげで楽しめましたやる子は最高ちゃう、本当ですか、嬉しい。お疲れ様、こんばんは、にわに、明日アーカイブで、ぜひよろしくお願いします。アーカイブでもね見ていただきたいですね。久々の公演は、でもやっぱ今シャッフル公演で他のチームの公演の練習もさせていただいてるんですけど、やっぱこう S の疲れ度というか、いや特に頭4曲がすごくて、やっぱ足を気をつけながらでも倒れそうでした、結構自己紹介の時とか、やばかったですね。心拍数が上がって上がりまくりでした足はね、でもそう、痛みは大丈夫です。皆さんもね心配、大丈夫かなって思ってこう見られてるかなとか思いながらはい、心配かけでしたらなと思ったんですけど、足の痛みは本当に今はなくて、気もなくて、ただか使ったパンパン触るので、しっかりね後でほぐして、明日もシャッフル声の練習があるので、足
気をつけます。でもあの足がね使いにくくなった分、あの上半身をもう手のとかをもう結構思いっきりやってたんですよ。まあ、そういう方向で、はい、行こうかなって。で、うん、それいいなと思いました。結構足が使えない分上半身で頑張ります。よし、モデル天井、天井っていうの、天丼、あ、天丼か、天丼だ。面白かったよ。あ、ありがとうございますね。でもたまたますごい用でね、用が来て、でもそう、全然私は用で終わりたかったんですけど、なんかわけわからない分になっちゃったけど、無理やり用をつけました。かゆもありがとうございます。ごめんなさい、ありがとうね。やっぱヤシがいる公園が一番嬉しい。ありがとうございます。これ楽しかったです。でもね、私推しの方もすごい入ってくださってて、あのサイリウムとかその教養にね、そう、あのお帰りなさいとかのね、うちわ作ってくださってたりとかね、あの昔のローラさんのやってた時のチアとか、いろいろね、ありがとうございます。本当にはい、ふくらはぎのこの前で痛みはないので、ただちょっとしっかりねケアは大事だなと思うのでケアしますね。私の心もポカポカです。嬉しい、ありがとうございます。たくさん目があった気がするにゃー。え、ね、私もでもちょっと久々の公演で、今日は特にね、いろんな方入ってくる、あの私推しの方も入ってくださってたので、あの見るとこがいっぱいで、ちょっとレスがねもっとねうまく遅れたらなと思ったんですけど、はい、だからもっと頑張ります、レスも。天才したと、天才かと思った。でも文章わけわかんなかったけど無理やり感がすごかったですよね。今日はよこにゃ聞こえに来てよ、嬉しかったにゃんよ。え、ね、ありがとうございます。皆さんの応援でやっぱね自信をいただけますし、自信がついてより思い切りね楽しめました。バーチャル靴下で公演は出ないですね。なんか公演用の靴下があるので、リハの時はおパンチュう、うん、おパンチュ靴下でしたね。はい、お飛ばしたぜ。ね、嬉しい、ありがとうございます。髪切ってないですよ。なんかでも確かに髪短く見える、これボブここら辺に見えますね今。本当だ、切ってないよ。ほらこうしたらボブみたい。いいです、今日はボブにあんで、じゃあ駅弁屋さんの姿を見えた時込み上げるものがありました。私もでもそのね、皆さんあの自己紹介の時とかもね、すごい盛り上げてくださったり、なんか皆さんそう泣きそうになってくださったりして、本当にでもあの自己紹介をした時危なくて、はい、目頭が熱かった、熱かったって言いますよね。ヨガのパフォーマンスを最善、神手はあっちだ、神手が絡み入れて嬉しかったよ。お、ありがとうございます。なんだろう、なんだっけ、グローイングかな、目があった気がしますね。ありがとうございます、嬉しい。今日の MC 反省会で上がりましたか。でも最初のあのキミちゃんとのこの下りが
ちょっと長かったかなみたいな先にね決めといて、しりとりを早く始めた方がよかったかなとか言ってたけど、でも結局なんかブルキュー、時間 MC の方の時間もそんな長く押してたわけじゃないので、まあいっかとかみたいな、そんな感じでした事前に決めてた方がやる内容によってはいいかもねみたいな感じでしたね。 MC の反省会、後輩 MC の反省会はそれですスタッシャちゃん見てたよ。え、本当嬉しい。本当ですか。本当よくニャンサイリウムだったかなだったかなってあ、そうですね、89ビブス来てくださってる方多かったです、思いましたね、嬉しい。私のね、推しの方もありがとうございます。さっきのおにぎり食べて応援してました。あ、私が好きだからだ、ありがとうございます。私は、あ、今日のすき焼き弁当美味しかったです。やっぱり劇場楽しめたら嬉しいです。あ、ありがとうございます。頭4曲は結構倒れそうだったんですけど、はい、あとは大丈夫でした。足も、はい、中間曲の靴をなんか変えてもらったんですけど、踊りやすいようにヒールじゃない、それだけでも全然違くて、はい、びっくりしました。こんばんは、おめでとう、ありがとうございます。嬉しい、フェル公演が好き、嬉しい。ということは横ギャンが好きっていうことですかね無理やり嬉しいぐらい、もしかして休むかなと思ってましたが、寝れてよかったです。そう、でもそう、結構そうですよ、青春グループのサビの片足ぴょんぴょんが結構端に来るんですけど、でもやっぱちょっと自分でやりながらもちょっと足をね、上げてる方、結構上げなきゃいけないんですけど、あんま上げれてないだろうなと思いながら、違う振りで全力でやってカバーしましたもうそうするしかないと思ってね。え、髪切ってるように見えますね。切ってないんですよいや、切りましたどうですか、似合ってますか。あ、上半担保召喚さんね、言ってくださってましたね、ありがとうございます。私も行きたいですね。このお父さんとは来たんですけど、お母さんもね好きそうだから、今度3人で行きたいねって話してて、私も行きたいですが、皆さんも行ってくれてありがとうございます。収録楽しかったよ。ね、一番あれですね、後ろだったけど、別に届いてたかな、これ楽しめてよかった、ありがとうございます。涙涙ゴール届いてましたよ、ありがとうございます。本当に本当に横山の横山が喜びであります。嬉しい、優しい。皆さん、今日横山の声が小さかったみたいで、ごめんには届いてなかったよね。え、届いてましたよ。あ、声中もね、いっぱい見てくれてて、完備でありがとうございます。本当に見送りはでも難しいですね、この流れがあるから、その一瞬で皆さんにこのありがとうの愛をね、感謝を届けるのが難しい一瞬だから。ありがとうね、今日は行かなきゃと思いました。リトマーと頼りが特に楽しかった。あ、ありがとうございます。ね、そうですね、リゾマとか頼りでね、翼さんでそね、上手側に行けたので、反対側ですね、あんまり見れなくてごめんにゃんです
ありがとうございます。吉田さんの耳が可愛いです。ちっちゃいんですよ。はい、耳がちっちゃいんです。とてもありがとうございます。可愛いって言ってくれて楽しかったです、うん、皆さんのおかげですね。刺繍公園って感じじゃない。本当ですか。福山の長い髪が素敵でした。あ、嬉しい、ありがとうございます。サイリウムね、ありがとうございます。そう、今日は珍しく髪の毛を下ろしたのでいっぱい旅かせましたあ、ね、最後ね、おかえり言ってくれましたね。嬉しいですね。そう、ニコちゃんマークね、あのカイツちゃんの消さなかったんですけど、公演終わったら消えてました汗かな、なんだろう、で汗拭きシート拭いたりするからかな、消えちゃってました。手つないで、あ、そうなんですよ、スペシャルバージョンスペシャルバージョンです。前髪いい感じ、ありがとうございます。昨日やっぱこれ前に切っといてよかったです。嘘、嘘なんかいい、いや最高でした。あ、ね、2列目ですよね。え、3列目、2列目ね、嬉しいです、ありがとうございます。嬉しい、骨格心拍数も披露、そう、心拍数もやらせていただいて、で心拍数はやっぱ結構ね、ダンス曲なのでちょっとね、危なかったですね危なかったですね。ちょっともうちょっと行ってたらちょっと痛みが出てたから、もう難しいですねいっぱいよく読みました、嬉しい。あのすごい、あの前のリム曲終わりめっちゃ目があったのを覚えてます。ありがとうございます。思いながら、でもなんかすごい、あの私のファンの方と近かったイメージですね。毛が変えた、嬉しい、名前予約、そうですね、名前予約できましたね、ありがとうございます。上半身の振りが多め、多めだったね、多めだった、多めでした、強めじゃなくて多めキミちゃんとやりたいですか。じゃあ、あの MC の後輩 MC のお話し合いするときに、あのキミちゃんがこうなんかすごいやってたんですよ、あのすごい一人でじゃないけど、キミちゃんが張り切ってめっちゃ言ってたんですよ、そういうの燃えセリフを。もうすっごい上手で、もうなんか本当に冬の燃えセリフしりとりのマスターかなと思うぐらい上手だったんですよ。だからもうキミちゃんがこれはもう取りやるしかないと思ってたから、でもなんかキミちゃんはあのステージ上ではやらないとか言ってえみたいな、やってほしいのにやらないとか言って言うから、そう、なんかちょっとね、いっぱい見たかったですねありがとうございました。あ、ありがとうございます。ね、いつも振ってくれて嬉しいですよ。ガチ恋に打ち消されたぜやられましたね。髪は切ったと思いますか、どうでしょうか。
ぱいを目の前にいるので大体休みしてる人おった。あら、泣いちゃうにゃんですね。それは悲しいにゃん。気づいてくれてうるる。はい、あの見送りでね、それも短くて言いたかったけど言えなかったけどごめんなさい。もうめっちゃタイプ、なんかちょっとボブに見えてこなくなってきちゃったけど、ミュージカルの時もね、そうでしたね。ね、懐かしい。ね、よくやめるとドキドキしました。よくやめ大好き。本当ですか、嬉しい。じゃあ横に野菜も貼ってね。怒られますか。今日はずっと横にやんだけを見てたからね。今日は、今日はか。あ、新作ガンダムね、主人公が女の子なんですよね。このまた次も見たい、見たいです。今日も夜勤、あ、応援してます、ありがとうございます。すれ違ったね、確かに。おお、3人分多いな。チームエースのアピールガス、横にあのずといい可愛いセンターになってほしい。いやー、そうですね、みんな強いですからね、メンバー頑張らなきゃですね。それはチゲスープ、辛いのはめっちゃ得意なわけじゃないんですけど、頑張れば気合で食べれます、きっと。ねえ、一曲だけ、一曲だけか。疲れるもん。あ、そうですね、もうでもやっぱ、でも楽しかったが強くて、本当に皆さんの感謝です。こんばんは、今できるベストで、はい、そうですね。おひげね、安心ですか、嬉しい、帰り待ってたよ、嬉しい、皆さんありがとうございます。あ、下手でしたね、見えましたよ、レストアイドルかな。スマイマフライ、おいしそう、何の映画だろう。耳が小さい、気づいたきっかけはありますか、どういうことですか。物心ついたぐらいですかね。あ、でもあんまでも気づいた、あ、でスキーに入ったぐらいからかもしれません、あんま、あ、でもそんなことないな。家族は大きい方なんですけど、私はちっちゃい、あ、でもお母さんがちっちゃい、お父さんが大きいです。お母さんの血は引き継ぎました。これも楽しかったよ、ありがとうございます、嬉しい。 B メロのところ大好き、嬉しい。なんかちょっと緊張してましたよね、でも明石君ありがとうございました、すごい楽しかった。あ、先月じゃない、この前のね、乙女瀬名古屋さんの、嬉しい、ありがとうございます。また握手できたらいいな、美人さん、でもメイクしてるからかな、でもすっぴんだからな。足は、はい、痛みは出てないのでしっかりねケアしますね。テレビで見てて、お帰りでも無理はしないでね、ありがとうございます、
配信で応援してくれちゃうんですね。地球人で一番好きなのやっぱり横山だなって再確認できました。嬉しい。地球人で、おお、すごい。宇宙人か横にゃんかみたいな。ヨガの公演出れそう。ヨガもはい出させていただきます。そうシャッフル公演のリハとかと結構続いてるので気をつけますね。今日一緒に踊ってたんで疲れました。あーお疲れ様です。やっぱりスキーダンスは激しいですよね。ね、やっぱよくよな、最高。嘘、嬉しい。あれです、多分メイクしてるからです、雰囲気が違うの。ショート似合いそう。ショートですか、ボブでもなくショート似合うかな。僕ボブ好き。なんか僕ボブみたいな早口言葉ありましたよね。もうやめてよかった。あ、よかったですね。もうボブに終わっちゃったけど。奇跡的に。よくやん天使、嬉しい。次の8日は公園見に行けるので楽しみです。ありがとうございます、嬉しい。楽しみ、これ楽しかったです。ありがとうございましたね。内山ありがとにゃん、嬉しい。ガンダムプラモデル、この前ね、やっとあのメッサーさんが完成しました。はい、あの自分で言うのはあれですけど、割とかっこよくかっこよくできたかなと思うので、ツーショットの時持っていきます。来年横山デビューする、来年。めっちゃ嬉しいけど、じゃあもうちょっと待っときますね。来年までもうちょっとあるから。経営生で喉が枯れ気味、そういう時はマダカハニーさんの蜂蜜を舐めてください。ガニメさんで横にゃんがいつも以上に映ってた印象でした。本当ですか、ありがとう、ありがたいですね。プリキュア好きです、好きです。二人はプリキュアが世代です。シャフル公演、あ、当たりますように願ってますね。今日の公演見ました。おめめキュロキュロで可愛かったです。え、嬉しい。本当ですか、女の子かな。女の子かな、ありがとうございます、嬉しいな。水星の魔女、私も実はまだ途中なんです、すいません。早く見ます。こんばんは、こんにちは、輝いてたよ、ありがとうございます。東京駅、あ、この後も気をつけてね。で、遠いところからありがとうございます。とても輝いてキーでした、劇場で見るよ今夜。本当ですか、嬉しい。あー、いや、それもある、これ、おかえりって、ありがとうございます。23時からで焦った、え、ごめんにゃん、逆にごめんにゃんこです。吹き耳ですか、私、よっしゃー。嬉しい。今週にもう一回エスコイ入りたいの頑張ります、祈ってるよ。主人が一押しなら私も横には一押しになってまで頑張ろう。ん ?6 時間で公演の振り覚えやるのはやっぱ天才、6時間は厳しいですよ。え、1公演ですよね。で覚えるとかですよね、公演を。
それはハードですね、結構。見てる自分楽しくなりました。嬉しい、ありがとうございます。ボクボブチャレンジ10回やるかチャレンジ、じゃあ発動で10回ぐらい買い伸ばしたい。でもね、結構伸びたの、お尻下ぐらいまであります。今一緒にしようね。見に来ました。あ、ありがとうございます。嬉しい。今日もお疲れ様です。本当大好き、最高です。嬉しい、ありがとうにゃん。皆さんいっぱいありがとう。あ、届いてました、よかった。間に合いました。この後アクバさん見ますね。え、ぜひ見てください、お願いします。ね、そうですね、まあそのすごい多分お忙しいだろうからね。そうですね、特にあのメッサーと写真撮ったらある意味スリーショットになるのかな。そうですね、でも3人でタコスを作れるので、タコス作れるポーズできるのでおすすめですね、すごい。うん、僕品川一本後ですですね。うん、気をつけて帰ってね、ありがとうございます。ローラのローラのちゃん、あ、見ました、あのめっちゃ初期の渡しすぎてちょっとびっくりしました。めっちゃ初期で、あれオーディションのショールーム審査してる時ですよね多分、初期すぎて、え、スキー入る前だじゃん。はちみつですね。でも、のどあめも、あめちゃんのタイプもあるけど、はちみつですね。直接飲めます。体調が悪いのかな？うん。体調大丈夫かな？元気になりますように。で、待ってますね、またいつでも。メサさんポーズ取れるけど、でも壊すかもしれない。動かすとね、やっぱね、やっぱ怖いんですよ。動くのは動くけど、壊しそうだから、あんまり動かさないと思います。そのポーズは。壊すかもしれないから。大好きおじさん、おじさん。お願いします。そうですね、公演も、でも S 公演も3月までですので、皆さんお待ちしてます。今日のアーカイブもね、ぜひ見てください。じゃあ今日はちょっとアイタムとおたたもお休みなんですけど、今日の発動でボクボブ10回言えるかチャレンジと、あのあれですね、鍋番、え、したい。したい、あの後輩 MC でやったやつをやります。いきます、ゆくにゃーピーンわーからのー、あ、めっちゃ間がチームエース作れない、この片手だから。 S 公演ありがとうございました。皆さんの温かい言葉やコールもね、応援すごい嬉しくて、ゆくにゃん頑張れます、本当にありがとうございます。からの、じゃあ、ゆるくチャレンジします。いきますよ。ボクボク、ああ。もう一回。
ボクボブ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 からのいきますよ、あの後輩MCのやったやついきます。よーしよしよしこれだったんですよ。よーしよしよし、皆さん今日も頑張って偉いよー、よーしよしよしこんな言い方でしたっけ、マリンこんな言い方だったかな、よーしでしたっけ。気になった方はアンカイブ見てください。もうちょっとで配信あると思います。あとね、皆さんのツーショットもね待ってますよ。1月11日と1月12日ね。ちょっとごめんなさい、今日手持ちだからいつもあのスケッチブックでね手書きしたので宣伝させてもらってるんですけど、ちょっと今日は手が必死にゃんこになるから、また明日宣伝させてください。でも両日ともいろんな服着るので皆さん待ってますよ。衣装からコスプレになりますみなさんありがとうございました。公演も楽しくて皆さん感謝です。明日はお家なので、でもいい公演のね、明日はね、E をメインに頑張ります。シャッフル声の E の声の練習を頑張ってやります。あと、今からはしっかりケアします。皆さん、ありがとうございました。幸せです。皆さんのおかげで。シャチホコからのアイスミルクニャーン。夢でも会えますように。ありがとうございました。ゆっくり休んでねー。ありがとうございました。またねー。明日待ってます。